渋谷クロス FM バイス、 バイス皆さんこんにちは。10月8日木曜日、時刻は午後3時になりました。渋谷は公園通りからお送りする渋谷ボイス、本日木曜日のお相手は萩本舞です。よろしくお願いします。さあ、台風が近づいてきて雨模様ですね。今は少し弱まっているようです。傘をね、差している方と傘を差していない方、両方見受けられます。皆さんの地域はいかがでしょうかね。急に気温が下がって、私は今日はトレンチコートを着てくればよかったと後悔をしておりますね、この季節の切り替えって難しいですよね。一人着てったら周りは全く着てないとか逆にいやまだかなと思って頑張ってみたら自分が一番薄着みたいなちょっと周りとの、ね、空気の読み合いになりますが、私は目安として最低気温が13度ぐらいになるとき、だいたい15度を日中下回るぐらいになったらトレンチコートを着ようと決めています。皆様はいかがでしょうか。さあ、ここで渋谷ボイス、どんな番組なのか教えちゃいましょう。渋谷の今を体感して渋谷の街に繰り出そうをテーマに、渋谷の最新トレンド情報やイベント情報、さらに女の子だったら誰だって知りたい情報、ファッション、最新トレンド、ビューティー、ヘルシー情報などなど、渋谷界隈の情報を満載してお送りします。またウェブやイベントと連動しながら、今お聞きの皆さんにもぜひぜひご参加いただきたいと思っております。そして本日のゲストコーナーでは、妊活・不妊の啓発支援に取り組む株式会社妊パスの代表取締役神田大輔さん、株式会社ファミワンの代表取締役石川祐介さん、株式会社スピードリンクジャパン取締役、渋谷区委員会広報幹事の妊活不妊啓発アンバサダー太田香奈さんにお越しいただきます。第2弾ということで、後半25分頃からお楽しみに。またこの番組では皆さんからのメッセージも募集しています。メールは info@shibuyacrossfm.jp、info@shibuyacrossfm.jp、ファックスは 03-6416-9528、 03-6416-9528 です。皆さんからのメッセージお待ちしています。また私のツイッター@さつまいも63、@さつまいも63、もしくは萩本舞@弓道で検索していただいたアカウントの方にコメントもしくはリプライをいただけますと、私は放送中に見ていますので、ぜひぜひそちらにもお便りください。よろしくお願いいたします。それでは3時50分までの50分間萩本舞にお付き合いくださいね。本日の1曲目です。お聴きください。加藤のぞみで世界のかけら。
渋谷クロス FM バイス、 バイス。さてここからはイベントインフォメーション。渋谷界隈で起こるさまざまなイベントを紹介していきます。本日1本目のニュースです。渋谷ファッションウィーク開幕に先立ち金王八幡宮で成功祈願というニュースです。第14回渋谷ファッションウィークの10月12日の開幕に先立ち、渋谷金王八幡宮で8日成功祈願が執り行われました。駅周辺の大型商業施設が参加する渋谷ファッションウィークは、ファッションを通じて渋谷を国際文化観光都市にすることを目指して2014年3月に初開催され、今回で14回目。ココチ渋谷、渋谷109、渋谷キャスト、渋谷スクランブルスクエア、渋谷ヒカリエ、渋谷マークシティ、渋谷マルイ、渋谷モリー、西武渋谷店、東急百貨店本店、東急プラザ渋谷、マグネットバイ渋谷109の12施設が参加します。例年秋には街中に設けたランウェイでファッションショーを行うことなどをしてきましたが、今回は新型コロナウイルスの影響で各施設も打撃を受ける中、負荷もなく安心もできる形を模索し、ファッションは続いていくという意味のファッションゴーズオンをコンセプトに据え、オンラインを中心にコンテンツを展開することに決めたそうです。初日となる12日10時から各施設に出展するブランドの最新アイテムをブランドミックスしたリアルクローズファッションが登場するオリジナル動画を公式サイトで公開。参加12施設の屋上などで撮影した動画に登場するスタイリングはデジタルルックブックとして公式サイトとダウンロードコンテンツで閲覧できるようにするそうです。期間中各施設担当者らが出演してニューノーマル時代のファッションなどを語り合うオンライン座談会も予定しているそうです。開催は今月22日までということで、そうなんですよね、ブランドミックスしたリアルクローズファッションということで結構大事なことだと思うんですよ。みんなね、あ、このスカートはここが可愛いけどこれはこっちのお店の方が体の形に合うなんてことがあると思うんですが、ね、自分で組み合わせようとするとどうしてもセンスが必要になってくるんですよね。そんな時に、まあ、今回はデジタルルックブックとして公式サイトでスタイリングをダウンロード閲覧できるようにするということで大助かりでございます。そしてね、街にあまり無駄に、まあ、無駄っていう言い方おかしいんですけれども、まあ、最低限しか出かけなくなった今、私結構お洋服を買いに行くっていうことも趣味の一つだったので、行けなくなって試着ができなくなって、なんと今年の夏多分一着もお洋服を買わずに過ごしてしまいました。ね、ニューノーマル時代にまだ馴染めてないな感があるので、ニューノーマル時代のファッションどんな風になっていくのか、ね、オンライン座談会をチェックして、ね、ちょっと最新に追いついていきたいと思います。ね、どうしてもやっぱり試着っていうのができないってなると買うのが怖くなってしまいますよね。皆さんはどのようにしてニューノーマル時代乗り越えているでしょうか。次のニュースです。岡本太郎記念館で退治する目展、退治する命描いた作品紹介というニュースです。岡本太郎記念館で9月30日企画展退治する目が始まりました。岡本太郎記念館館長は、洋画家としてキャリアをスタートした岡本だが、風景画や人物画、静物画、ラフ画など一般的な西洋画題は全く描いていない。そうした中、
一つだけはっきりしているのは、作品には必ず目が描かれており、しかも多くが複数の目であること。具体的なことはわからないけれど、少なくとも太郎が描いていたのは生き物であり命だったということだけは疑いがないと話しています。とりわけモチーフとして品質するのが対峙する目。2つの命が語り合い、睨み合い、笑い合う。そしていつの間にか複数の目が生命力をたぎらせ、群れをなして鑑賞者を睨みつけてくる。今回の展示では対峙する生き物が描かれた作品を集めて展示するそうです。開館時間は10時から18時、入館は30分前まで。火曜日休館、祝日の場合は開館、11月26日は臨時休館。入場料は一般が650円、小学生が300円。2021年1月31日までだそうです。岡本太郎記念館、実は行ったことがないんですよね。岡本太郎結構好きなので、この機に行ってみようかななんて思います。ね、そう言われてみると私、目をモチーフに描く画家っていうのが結構好きかもしれません。ね、一番好きな画家があのオリロン・ルドンっていう方なんですけれども、まあ、フランスで生まれてモネと同い年、同じ場所で活躍された方です。その方もね、結構目っていうのをモチーフに描くんですよ。ね、目にある魅力っていうのは何なんでしょうか。ちょっとね、この機に行ってみたいなと思います。といったところで曲を挟んでいきたいと思います。それでは本日の2曲目です。ルカでスマイル。スマイル、僕らを照らしなさい。 Smile, smile, 言葉以上に伝わる愛。初めて見る景色を君から
渋谷 Cross FM Vice。渋谷クロス FM 渋谷ボイス、引き続きイベントインフォメーション、渋谷界隈で起こるさまざまなイベントを紹介していきます。後半のニュースです。原宿に生カルボナーラ専門店、ラザニア風バジルなど6種類というニュースです。生パスタのカルボナーラ専門店、生カルボナーラ専門店原宿店が9月原宿警察署近くの複合施設ザ・シェアにオープンしました。経営はオペレーションファクトリー、オペレーションファクトリーグループの製麺所で製麺するカルボナーラ専用の平打ち生パスタや、北海道根泉地区の生クリームを使ったソースを絡ませるカルボナーラを提供するこちらのお店、メニューはベーコンやチーズ、黄身をトッピングするスタンダードなカルボナーラをはじめ、炙って溶かしたチーズなどをトッピングしミートソースで味付けするラザニア風のカルボナーラ、バジル麺にエビやアボカドをトッピングするカルボナーラなど6種類を用意するそうです。ザ・シェアには生クリームがメインのスイーツを提供するミルク、手作りする生タピゴカを使うドリンクを提供するモッチャム、濃厚チョコレート専門店ソコラが複合的に出店し、原宿フードホールを結成しています。営業時間は11時から19時。もうなんか読んでいるだけで美味しくなっちゃいました口の中がね、もうカルボナーラ美味しいですよね。最近食べてないなって思いました。カルボナーラに炙ったチーズ、冬って食べたくなりません？こういうミルクっぽい食べ物、なんかちょうど季節感に合ったいいニュースだなと思いましたね。ぜひお腹が空いている方も空いていない方もこちらのお店チェックしてくださいね。それでは本日最後のニュースです。渋谷で堂々路上ライブ、歌川クランクストリートで初の渋ライブというニュースです。渋谷センター街の歌川クランクストリートで10月6日初の音楽ライブ渋ライブが開催されました。主催は歌川クランクストリート工場委員会で、渋谷区観光協会などが講演しています。歌川クランクストリートは渋谷センター街バスケットボールストリートにつながる小さな L 字状の市道、死角が多いことからタバコの吸い殻やゴミが散乱し、喧嘩や危険ドラッグの取引が多い場所になっていました。現在は商店街メンバーらが中心となって清掃やパトロールを行い保安に努めています。この通りを若者の才能を応援する場所に生まれ変わらせるため、商店街の若手メンバーらが工場委員会を立ち上げました。音楽やアート、スポーツ、ものづくり、マルシェなど様々なジャンルで非営利の活用を模索していきます。本来は今年3月に1回目の開催を予定していましたが、コロナ禍で半年遅れての開催となりました。今回行われた渋ライブはその第1弾。渋谷区内でも路上ライブが原則として禁止されている中、今回のイベントでは若手ミュージシャンに路上ライブが安心して開ける場所を提供したそうです。開催に先立ち、開演1時間前の18時から社会貢献型ヒーロー、リアルライフヒーローがリーダーとなり、会場となる歌川クランクストリートを中心に渋谷センター街周辺の清掃活動を行ったそうです。渋ライブは今後月1回のペースで開いていくほか、
他のジャンルでの企画も予定しているといいます、ね、ついにここのスタジオでお話しいただいていた宇田川クランクストリートでのイベントが開催されました、ね、この放送の中で私も、まあ、弓道のイベントをやってみないかとお誘いいただきましたので、私も、ね、この ストリートでいつか弓道のイベントを開催できるように模索していきたいと思いますよ。頑張っていきます、ね、今後のこのストリートでの催し物、ぜひ皆さん注目してみてください。といったところで本日のニュースはおしまいです。ゲストコーナーの前に一曲どうぞ。トカーモスで月が見てるよ。月が見てるよ、ララララ、月が見てるよ、ララララ、秘密の宝物、満月に照らされて、どこか遠くへ消えた。月は見てるよ、月は見てるよ、ララララララ、消えてた宝物、どこまでも逃げたって、空から丸見え、消えた、月が見てるよ、ララララ。Shibuya Cross FM Vice Shibuya Cross FM Shibuya Voice。 この時間はゲストコーナーです。本日のゲストは妊活不妊の啓発支援に取り組む株式会社妊パスの代表取締役神田大輔さん、株式会社ファミワンの代表取締役石川雄介さん、株式会社スピードリンクジャパン取締役渋谷区委員会広報幹事の妊活不妊啓発アンバサダー太田香奈さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。それでは2回目のご出演なんですが、まず最初に自己紹介をよろしくお願いいたします。はい、株式会社ニンパス代表取締役の神田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。株式会社ファミバンの代表取締役の石川と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。株式会社スピードリンクジャパン、東京青年会議所渋谷区委員会、広報幹事の太田かなと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今回は前回ボリュームたっぷりで、はい、話しきれなかった分の続きをお話しいただけるということで、足らなかったですからね。はい、もう本当それです。もう止まらず。それでは第2回目ということで、ぜひよろしくお願いいたします。はいはい、よろしくお願いします。はい、本日はまず最初に、まあ、前回不妊治療というお話をしていただいたんですけれども、まあ、正直気になってしまう生活と切り離せない費用っていうのはどのくらいかかるのでしょうか。お金、これセキララにちょっとじゃあ話していこうかなと思うんですけど、よろしくお願いします。私の場合です。はい、まず、初診で検査っていうのを必ず皆さんやられるんですね、はい、夫婦で、はい、でそこで大体かかるのが1万から2万ぐらいかかります。はあ、まあ、初心だったらあるあるかかる、ね、あるあるですね、はい、でその後、まあ、一周期っていう呼ばれ方をするんですけど、はい、生理の周期単位で、はい、ホルモン、私の場合は早発閉経なので採卵をするためにホルモンをこう打ってもらいながら、うんうん、数値を見ながら卵子をこう育てていくっていう、はい、卵胞をこう作っていくっていうようなことをするんですけど、はい、それの治療費が、まあ、1回につき、まあ、1万円弱ぐらい通院にかかります。で、だいたい週1回から、はい、多い時だと週2回行く感じなので、の金額1ヶ月で、まあ、4、5万ですかね、4、5万ってことですね、ぐらいかかります。初診と合わせて6万になりました、ね、そうですね、はい、6万ぐらいになりました、はい、でそこから、今度は採卵、はい、卵胞が育ったよってなったら、うん、採卵っていうのはするんですけど、はい、私の場合タイミング療法はちょっともうないので、はい、採卵をするってなるとだいたい10万から15万ぐらいの間かなと思います。急に価格帯が、はい、急に上がる急に桁がポンと変わりましたね。ポンと変わりました。で、採卵ができた後、はい、いろんなまたこの受精の仕方があるんですけど、私の場合は顕微受精じゃないとダメなんですね。顕微鏡を使うやつですね。はい、顕微鏡を使って精子をピュッて、はい、スポイトでピュッて取ったのを今度はこう卵子に刺すっていう、はい、でこう受精させるんですけど、はい、それがまあ一気に40万ぐらいに上がります。技術のいる作業なんでしょう。そうですね、培養士さんが、はい、もう腕が結構ね、はい、問われるところになるので40万ぐらい。で、あとはすごい数の同意書をめちゃめちゃ書きます。同意書というか、あ、はい、誓約書というか、要はちゃんと結婚した相手、うん、はい、ちゃんと承諾を得ている精子だということ、卵子だということっていうのをしっかり書かないといけなくてですね、うん、要は不倫相手だったりとか、はい、要はあのストーカーだったりとか、うん、例えばですけどね、はい、なんか事件性に発展する可能性もあるので、私の場合は、当本も提出をしてます。なるほど、まあ、一人の人が生まれるわけですね。そうです。それでっていうのはすごい徹底してたかなというふうに思います。で、あとはちょっと私だとステップは自分自身のことでしか分かんないので、うんうん、はい、これちょっと2人に聞きたいなと思うんですけど、ざくっとこう全体像で説明すると、はい、最初にこう今太田さんがおっしゃった検査をしますと、はい、国のこう男女どちらに原因があるかないか、うんうん、現代医学で分かるかみたいなのをして、はい、その後タイミング療法っていう、要はいつ性交渉しましょうねっていう治療ですね、を、が得てこう人工受精、これまあ神父の精子だけ取り出して女性の体内にタイミング見て戻しますよっていう治療と、あと最後が人工受精、あ、人工受精の次は体外受精、顕微受精ですねっていう形になって、最後にこう太田さんがおっしゃった顕微受精っていうのは1周期1ヶ月で40万とか70万とかはかかります ね、 そうですね。1回でできるわけでも当然なくて、はい、もうそれを何回も何回もこう繰り返してこうようやく成果につながって、1ヶ月単位で
車が変えられるってことですか？そうですね、着床しないとダメなので、まあ、受精はしました。じゃあその卵を体内に戻します、はい、着床して初めてまず第一段階クリア、うん、そうですよね。で着床しないとそのままやっぱり出てきてしまってリセットという、うんうん、はい、形になるとまたその40万円はパーですね。でも結構いい車を2台買えるぐらい使ったよみたいな声はいっぱい聞きますね。そうですよね、買えちゃう。もうしかもそれが年単位になんてなったらもう大変な騒ぎですね。下手したら家買えるみたいになってきますよね。なってきますね。そうですね、なんか私みたいにこう原因が分かってると結構こう沼には入り込まないんですけど、はい、やはりこの不妊治療ってすごい奥が深いというか、原因がやっぱり分からなかったりとか、なんでできないのかっていう理由が分からない方ってすごいたくさんいるので、そうするとやっぱ宝くじ買ってるみたいなんですよね、きっと。なるほど。次はいけるんじゃないか、この卵子だったから良くないんじゃないか、この精子だったから良くないんじゃないか、次はいけるんじゃないかっていうのでずっとやり続ける結果すごいお金がかかってしまうっていうのはあるかなと思いますね。3000円で買えないですからね、宝くじみたいに。買えないですね。もう宝くじの当選金額みたいなのを払って買ってますからね、逆に。そうですね、結構難しいのがこう検査項目もどの検査まで受けるかによって金額もどんどん変わってきますし、それこそ体外受精顕微授精に行ってもどの薬を使ってどの注射をしてっていうので金額がすごく上がっていくんですよね。本当に無数に選択肢がある感じなので、なかなか選ぶのも大変ですし、その選択肢すら知らない、わからないっていうのもたくさんありますね。まず情報がないと選択肢わからないですし、提示されたの以外に実は思い当たる節があったりするかもしれませんし、不妊治療あるあるですけど、まあ、皆さん結構専門家になっていくっていう、ああもう自分こそがみたいな調べていくっていう、もうちょっと早くこのぐらい学んでおけばよかったみたいのを大体皆さん思われますね、うん、それであれですね、前回の話が生きてくるわけですね、あの先輩に聞けるっていう、そうですね、うん、先輩に聞いたりとか、今の神田くんがやってるそのサービス、はい、インパスさんだったりとかで、はい、こう数字を取ったものっていうところで、はい、自分が何が合うのかなっていうのがしっかりデータで分かるっていうことがやっぱ本当に大事だなっていうのが、うんうん、お金も湧いてくればいくらでもできると思うんですけど、そういったわけにはいかないですもんね。そうなんですね。ただ湧いてきて何回もやりたいけど、ただやる方もやっぱ女性はすごい大変で、そうですよね、さっきもなんかあの採血って絶対するんですよ、はい、毎週するんですよ、うん、血のデータであの数値を見ながらホルモンを打っていくので、そのやっぱりこう注射が苦手というか、うんうん、私の場合血管が細いので、うん、9回ぐらい刺されるんですよ、採血で。これ毎週やるっていうの辛いなっていう話をさっきしてたんですけど私人生で一番結構痛み強いんですよ、あの、うん、親知らず抜いた次の日もここで放送してたぐらい、うん、すごい、それは強いですね。そう、切開手術だったんですけど、うん、普通にここで放送したぐらいには強いんですけど、一番痛かったなって思うのはあの検査入院をした時のあの点滴と注射の繰り返しですね。あ、そうなんですよ。意外と痛いんですよね。意外と痛いです、うん、同じ箇所なんで。そう、箇所がそう同じで回数かさむとすごい痛いんですよ、ね、うん、すごい痛いですって思いました今これが不妊治療で結構みんな苦戦というかね、大変なところなのかなとは思います。取れなくなってくると手の甲で取ったりしますからね、うん、そういうのでお金もかかるし、仮にお金の負担がすごく減ったとしても、うん、治療に行った時に痛みだったりとか、はい、その病院に行かなきゃいけないっていうところも、働いてる人からしたらどう両立するのか調整するのかとかって、うん、本当負担は大きいんですよね。大きいですね。ちなみに一応これは医療行為なんですけれども、あの保険とかって適用されるとどうなるんですか、話題ですけれどもそうですね、保険が適用されたらきっとチャレンジしよっかな、今まで諦めてたけど、うんうん、ちょっとチャレンジしてみようかなっていう人たちは増えるとは思うんですけど、うんうん、ただ増えてもこれ実はですね、はい、一番大変なのが時間を捻出しなきゃいけない、うん、やっぱりタイミングっていうのがすごい大事で、うんうん、今のタイミングで
こう取りますだったりとか採卵なんて特にですね育てているわけですよね、ホルモンで。で今日見て、あちょっとあと何日後に取ろっかってなった時に会社休まなきゃいけないです、うん、なるほど、待ってくれないですからね、待ってくれないです、待ってくれないです、うん、明日来てくださいとかもありますもんね、全然あります。もうその1日しか可能ではない奇跡ですからね、正直。そうです。なのでその時間だったりとか、うん、あとはやっぱ毎週行かないとこの数値も測れないので、うん、あのそこの時間だったりとかで、ぶっちゃけで言うと待ちますよね。待ちますね。予約の概念が普通の病院とか飲食店と違いますからね、うん、待ちます。3時間待ち4時間待ちとか、ね、予約っていうのは見てもらえるよっていう件であって時間を保証するものではないと言われるですね。あそうです、うん、なのでやはりこう仕事を持っている女性にとっては不妊治療ってすごい実は壁が、保険適用だけだと壁が高い、うん、お金だけじゃないんですね、お金だけじゃないですね、職場の理解っていうのを得なきゃいけないし、まあ、普段派遣とかだと特にそうですけど、うん、あの休んだ日は出ないですからね、お金、うん、そうですね、出ない人もいっぱいいますからね、うん、まあ、有給がどれだけあってもっていうところですよね、毎週だと。そうですね、あとはもう理解をちょっとまだされてないよね、うん、そうですね、うん、職場も、うんうんうん、なんか子供が欲しいのはあなたたちでしょみたいな、うん、なるほど、のとか社会ではなくて個人単位で考えていると。そうですね、はい。ただ一方であれですよね、あのそこの理解さえ進んで浸透すれば解決できる問題っていうのすごくたくさんあると思っていて、はい、そのさっきあの太田さんが言った通り、まあ、やっぱりその予約をしてても、まあ、2時間3時間待たないといけない、うん、それはもう間違いないんですけど、はい、結構最近特にその東京 の、うん、あのクリニックとかだと、はい、結構そのパソコンで仕事できるスペースがあったりとか、すごいすごい、 Wi-Fi も使えたりとかするので、うんうん、特にその今リモートワーク中心になってきてると思うので、はい、そのクリニックの中で仕事がするっていうのが、まあ、職種とかにもちろんよるとは思うんですけど、はい、あの仕事もまあできる環境になりつつあると思うので、うん、そこをこう会社側が許容してあげたりとか、うん、その上司同僚がそういう、 こう状況っていうのを理解して、うん、じゃあそういう環境と、同時にできる仕事をこう考えていくっていうことができれば、うんうん、あの両立っていうのは全然可能だと思ってます、うん。なるほど、リモートワークを活用するというのは全然盲点でした、うん、確かに病院にあれば待ち時間の3時間仕事ができますね。いやすごいですよ、うん、もう待ちスペースでしっかりやっぱりありますもんね、うん、Wi-Fi 環境も整ってますし、うんうん、席も、うん、でただコロナになってからはねそのスペースが取り得ないので、なるほど、これね結構難しいですね、また難しさが増したんですね。増しました。なんかあの時間外では行ってはいけないというか、あーなるほど、はい、順番待ちのこの時間帯のこの番号までの人たちは来ていいだったりとかに変わってるはず、はい、うんうん、そう、先生もそこを何とかしたいっていう思いを皆さん思ってらっしゃるので、うん、通常の他の疾患よりも個々に合わせていってるので、なかなか時間読めないとかどうしてもあるんですよね、うん、ただじゃあ呼び出しが近くなったらメール行きますよと か、うん、なんかその間は近くの喫茶店だったりとか、うん、そのスペースにいてもいいですよっていう工夫をしているクリニックも今増えてきてはいますね。確かにあの呼ばれるときにいないとスルーされてしまうシステムですから、うん、もう絶対痛いって思うと動けないんですよね、うん、そうです、うん、そこでメールが来るってなるとまた話は違ってくるわけですね、うん、なるほど。もちろん一番いいのは予約した時間に行ったらパッと見てもらえるのが一番いいはいいものの、やっぱりそこってね、いつも人なので、そうだからさっきの注射を9回とかやってると押すんですよ、うん、なるほど、そうですね、うん、あと今日採卵するかなと思って来てみたら人間の体の生理そんなに毎週、ね、正確に皆さん来るわけではないので、あちょっと今日明日かな、明日もまた来てくれるじゃなかったながあるんですね。そうなってきたりすると、そうですね、やっぱりどうしても正確に見るってことはできないので、逆に言うとやっぱ採卵をする人たちを優先的に見ていかなきゃいけないですし、はい、やっぱ取るタイミングっていうのはすごい大切なので、そこはね気がついてしまいました。ってことは今日だと思って呼んだけど昨日だったもありえるってことですか。ありえます。わーました今いますね、なるべく早めに、なのでお医者さんはこう余裕持って見るようにしてるんですけど、ただその時急激な何かこうダイエットしました、そうですね、薬もこうその早く育てる薬と抑える薬があって、その
薬によっても効きが良かったり悪かったりするので、うん、そこをうまくバランスを合わせながらタイミングを見て、じゃあちょっとこの日来てくださいね、効きはどうですねっていうのをこう繰り返していく感じですね。個人差あるもんね、うん、個人差がありますね。ってなるとその次の日の予約している人の数が増えていったり減っていったりということですね。そうですそうですそうです、うん、うまく鳴らすっていうことは多分できないと思うので、だからそこをちゃんとこう考慮というか、うん、会社とか社会がやっぱ整備をしていかなきゃいけないと思うんですよ、うん、不妊治療保険適用したからいいでしょうじゃなくて、うん、やっぱりこう不妊治療をしている人たちに対して会社がどんな、はい、まあ、保証とまではいかないですけど、うん、こう理解できる環境をいかに作るかみたいなのってすごい大事 で、うん、でやっぱ男性陣、うん、男性の方たちに理解をちゃんとしてもらうっていうことが女性のストレス軽減にはなるかなとは、うん、それはすごい大事ですね。なんか知らなかったらそういう問題があるっていうことに目を向けることがないですもんね、うん、まず、うん、また休んでみたいな、うん、なんでいないのって なりますもんね、うん、だからなんか生理痛とか、うん、なんか昔で言うところのなんかもうちょっとセクハラに入ってきますね。あ、そうです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 、うん、なのでなんかその子供っていうところもその不妊治療をしてるっていうのをやっぱ言えなかったりとか、うんうん、言えないとあいつ風邪でまた体調崩して休んでるだったりとかって、うん、ずっと言われて、そうなってないとか、うんうんうん、でもやっぱり不妊治療ってすごい言い出しづらいので、うん、会社としても言っていいよ、逆に言ってくれた方がいいよっていうようなアナウンスをしっかりできる企業さんが増えてほしいなっていうのはすごい思いますね。まあ、ただ公表しなかったとしても、うん、結局その今、まあ、そのカップル既婚者の約6組に1人は、はい、あの不妊治療しているので、うん、かなり多いですね。身の回りには不妊治療している人が必ずいるっていう前提で、うん、じゃあそのためにじゃあ休んでる理由ってわからないかもしれないけど、うんうん、いろんなこう可能性を踏まえてちゃんとそれを汲み取ってあのフォローしてあげるっていうここの心構えがやっぱり大事かなと思いますね、うんうんうん。上の世代の人もそこはこう知らないのがもうしょうがないんですよね、うん、それこそ20代前半でお見合い結婚して奥さん寿退社して子供できたら専業でっていうのが自分たちの同世代の当たり前なので、もう純粋に知ってさえすれば支えるのにっていう方も実はたくさんいらっしゃるんですよね。だからその思いをちゃんとこう当事者だけとかお金の負担だけでいいでしょうじゃなくても社会全体で支えていけるとすごくいいですよね、うん、もうこれを常識にしていかなければいけない時代がもう来ているということですね、うんうん、そうですね、うん、だからやっぱりあれだよね、こう今こう上の人たちの話かもしれないですけど不妊治療って、うん、やっぱ若い時からね、うん、しっかり知識があることがやっぱり大事なので、うんうん、もうそこまで視野に入れながら生きていかないといけないということですね、うん、そうですね、やっぱキャリア、女性のキャリアもそうですし、うん、男性もだって男性の不妊もさっきちょっと話聞いたらすごい痛かったんですよ、うん、なんかね、玉を切るらしいです、睾丸を精子を取る、割とダイレクトに取る感じなんですね。じゃあダイレクトに切って取るんですよね、うん、もう手術の域なんですね、切るということは、うん、なるほど。基本的に今男性の方が、ね、治療だったり追加が少ないとはいえ、うん、まあ、負担もあったりとか、うん、自分が動いてないと思っていない人もたくさんいるんです。だいわゆるこう性欲とこう精神の状態ってあんまり関係がないので、うんうんうん、なるほど。すごい盛り上がってきたところであと2分前になってしまいましたね。次回また来て、はい、続きをお聞かせいただけるでしょうか。そうですね、また足りなかったですね、はい、次回性教育の話したいですね。教育っていう観点が一番重要かもしれない、ね、やっぱり周知していくっていうのは子供の時から若い時からっていうのは教育にそれをね、うんうん、混ぜていかないとっていうところ で、ね、多分お話がすごいあるのではないかと、うんうんうん、思いましたのでぜひぜひまた、ね、次回もいらしてください、はい、よろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします。最後に一言ずつ皆さんに伝えたいことがあればお願いします。ありますか。じゃあちょっと話題で出たその保険適用だったりとか、はい、こういろんな角度からこう妊活不妊のこう大変さとかが世の中、はい、みんなが知っていくっていうのはすごくいいきっかけだなと思うので、なんかこうそれ一個の事象だけ見て保険適用するしないとかっていうよりは、あ、こんないろんな負担があって、うん、じゃあみんなどう支えていくかっていう世の中になっていくとすごくこう誰もがなんか生きやすい社会になっていくかなと思いますね、うんうんうん、
ありがとうございました。それでは本日のゲストは妊活不妊の啓発支援に取り組む株式会社妊パスの代表取締役神田大輔さん、株式会社ファミワンの代表取締役石川雄介さん、株式会社スピードリンクジャパン取締役支部役員会広報幹事の妊活不妊啓発アンバサダー太田香奈さんでした。本日ありがとうございました。ありがとうございました。そして木曜日のパーソナリティは萩本舞でした。それでは向こうに向かって一緒にバイバイお願いします。また来週お会いしましょう。バイバイ。